三重県御浜町では能登半島地震の被災者を支援するためのコンサートが開かれました。道の駅で開かれたコンサートには和太鼓や子どもたちのダンスグループなど地元ゆかりの10組が出演しました。入場無料ですが、ステージ周辺に募金箱を設置し、能登半島に笑顔を取り戻したいと思いますと支援を呼びかけました。主催の中心メンバーは和太鼓のつながりで石川県輪島市と縁があり、今日集まった義援金はすべて輪島市に送られるということです。